質問は、時間がかかるんだなというふうに見ることは投げやりではないでしょうかと。でここでポイントなのはですね、その私たちにとって、ね、大事なのはジリですかリタですかっていうことです。リタではなくてジリですか。ジリですね。ああそういう意味で、だからこの人のことについてね、何とかしてあげるっていうことよりも、ね、自分がその人と関わってどれだけ修行ができるかっていう、修行ができる、それが大事なんです。ね、投げやりになって、つまり時間がかかると思って、ね、自分が楽になっちゃってね、修行ができないのならそれは良くないし、相手が変わらなかったとしても心をかけ続けていくことが自分の修行になると思うならね、修行していった方がいいと思うんですね、うん、だから相手が変わるか変わらないか、それよりも自分がそれを通してね成長できるかできないかが大事っていうことです。いやだ前は本当にこう言ったらなんとかこう変わるんじゃないかとかってこう思ってはきたんですけど、さっきもちょっと言いましたけど、まあでも仕方がないっていうか、だから自分の修行、自分の成長のために与えられた人かなと。そう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 。で仏教にはね、六度満行で言ってもジリの六度満行とリタの目六度満行があるんですよ。でもそのジリの、ね、六度満行ができなければリタの六度満行はできないです。できないですね。でジリの六度満行ってね、これはこれで難しいんです。ね、その相手を変えるって思うじゃないですか。相手を六度満行って言ったら相手を変えていくっていう、うん、ふうに思うけど、実は相手を変えることよりも自分が例えば忍ぶ力が強くなるとか、相手が変わってほしいというよりも自分の接し方をどう変えていったらいいかとか、そういうことの方が大事になってくるんですね。いや姉が子供が小さい時に言ってたのは、まあ、子供の成長のために自分が一生懸命やっているようだけど気がついたら自分の方が成長させられてたっていうことを言ったことがあるんですけど、はい、それと通じるもの、そうですね。だから人がいるってことは幸せなことなんです。自分が修行させていただいて、だから早く変わってほしい、早く変わってほしいっていうのはね、早く自分が楽になりたいっていう頃なんです。そうですね。それがいや変わらないなって思ってね、変わらないのをこう見守っていくってなったらね、ずっと自分の心の中で引っかかり続けているってことなんです。でもそういう苦しみに耐えてね、忍んで相手が成長するまで本当に長い目でね見ていこうっていう思っていくことはすごく自分の心にいいご縁になると思うんですね。昨日川田さんが今まで苦労してきたけどこれから先はもっと苦労するんだという恐ろしい言葉を伺ったんですけど、ちょっと いやそれはね、その川田さんがその今まで苦労してきたけど、ね、これから先もっと苦労するんだ、それは苦労の意味が違うと思う。その今まで苦労してきた苦労っていうのはね、トラブルが起きて大変だというね、そういう苦労だったと思うんです。だけどこれからの苦労は
本当にその見守っていくとか見続けていくとかね、親心ですよね。 そうです。だからトラブルをなんとかこう乗り越えていくっていうことよりも、本当にトラブルが起きないようにね、ずっと見続けていく、見守り続けていく、それはトラブルを解決することよりも大変なんです。一難去ってまた一難なんですけど、見守っていくと。そうそうそう。でさっきの汚れを取るっていうその話においても、まあ、究極の一番難しい話においても、結局あれ親心にならないと相手のものを受け止めてあげて、うん、それにまたね、接してあげて聞いてあげてっていうのは全部親心ですよね。そうそうそう、はい、そう、それができることを今度利他っていうんです。利他っていうのは温かいものを相手に送り続けていくっていうことです。でも自分の中に温かいものがなかったら送れないでしょうね。そう、だからまずは自利でいいんです。自分が修行するために全てのご縁があるんだなと。反省の連続ですけど、はい、それがいいんです。それがいいんです。長い道の、いや別に長いのはいいんですけど、いや、はい、やっぱりね、僕もね、本当にリーダーができるようになったのはね、最近です。いやいや、だからもともと同じ。いやいや、最近です。温かい、やっぱりね、それまでは自分が本当に修行だと思ってね、自分の苦しみをね、自分の中にある不安とか自分の中にある苦しみを取り除きたいと思ってずっと接してきました。そしたらね、本当にね、苦しみなんてね、何にもなくなりますから。本当に。いや、こうやって外的なことに振り回されてて、いろいろやってる時、ある時ふっとですけど、あ、何、仏様は忘れてるじゃないっていうのがちょっと自分の中にあって、いやいや、ちょっとって思った時があるんですけど、うん、やっぱ仏様はね、やっぱ忘れないよ。やっぱり聴聞ですよね。聴聞に心がけて聞いていくっていうことが大事です。いや、思っているようだけど思ってないっていうか、うん、それはもう振り回されてるんですよ。さっきの、あの外に目が行ってるってことですよね。そうそうそう。だからね、仏教を聞くときはね、仏教の中で想像するのは駒をね、想像してほしい。そう、駒ってね、駒ってその周りはずっと回り続けてるでしょ。でも中心は一本筋が通って動かないんです。ずっと動き続けているものと動かないものがある。この中心にあるものが念仏なんです。動き続けているのが周りのことにいろいろとね、振り回されて生きている人生なんです。振り回されていても、駒のように一本、ね、筋が通ってる状態を維持していくってことが大事なんです。いや、簡単じゃないですよ、ね、簡単じゃないですよ。そう、イメージしてこうなるようになるようにしていくって。家に帰ってきたら、例えばただいまというその一言も、仏様に対してただいまってそういう心で一歩入ることが大切って話も聞いてるんですけど、なんかね、おむろに入っていって、ああ忘れてたとかね、そういうのはやっぱりその軸が定まってない。そうですね、軸が定まってない、仏様に心がいつも向いてないってことです。ですよね、うん。まあでもね、それができなかったとしても、今は地理ですから。地理はね、仏様に心が浮かばなかったとしてもね、修行だと思う。全ては修行だと。その修行だっていうことを徹底的にやっていくと、ね、なかなか修行ができないなっていうことが分かるんです。なぜかっていうと、
念じているものが違うから。だから修行からだんだん念仏に変わっていくんです。まずは今修行に徹底的に心がけていくことが大事なんです。修行して念仏に移っていくんです。これを仏教では清浄拝流って言うんです。ね、清浄拝流、清浄拝流というのは正道門を拝し浄土門を建てなさいと。正道門というのは修行ですね。修行に徹底的に心がけていくことによって、ああ修行ね、私が修行することよりももっと素晴らしい功徳があるものが念仏なんだというふうになる。これが浄土門ってことなんです。だから正道門を捨てて修行に邁進することよりも念仏に心がけていけるようにしようと、ね、それは修行を徹底的にやったからこそ念仏に移るんです。で今念仏ができないっていうことはまだ修行が足りないってことです。いつも質問するとそこに来るのがそういうことですよね。はい、はい、じゃあ今日は以上です。